震災があった時に、まあ、いろんな方の愛媛の方の応援を受けたりとか北海道の方の応援を受けたりとかして、そういうようなところでできたあの、まあ、交流で、あの、まあ、海産物なんかは北海道のそういったものを送っていただいて、あと会津の商品なんかもそうですね、いわきではなく同じ福島ですけど、この砂出しに三島っていう会津のね島町の人たちが町を挙げてみんなの応援に来て砂出しから始めてくれて、で、まあ、お野菜も震災後は非常にダメだったので、いわきのお野菜は流通も途絶えてた時に、あの私たちの方のお野菜でよければということでどんどん運ばせていただいて、で無償で、ね、提供してくれたりして、仮設とかあの家の中で生活して取り残された人たちにどんどんあのお出ししたりということもできたので、今はおかげさまでお野菜はね、だいぶあのいろんな地元のものが出荷されるようになって、まあ、会津のお野菜はないんですけど、まあ、他のもの、加工したものとかをね、出荷させてもらってます。ここの直売所が流されて、仮営業っていう時までに、少しずつでもあの信じて作ってるって言って一生懸命作っててくれて、こういう方もそうですけど作っててくれて、であのそういう人たちの足を後押しもあって、そうやって信じて作ってくれてるんだから、なんとなく大丈夫じゃないかっていう気持ちと、テントで仮営業ね、大々的にあのオープンした時も、ああ待っててよかったって信じてね、作っててよかったってたくさんのお野菜をみんな本当に持ってきてくれたんですよ。まあ、その時がなんかすごく一番嬉しかったですよね。真剣にこう農業に向き合って、やっていらっしゃる方いっぱいいますから、まあ、本当にね、あの目から鱗じゃないけど、お客様の反応なんかをこう見ると、そういうのってこう物に出るんですね、あのただ育っただけじゃなくて、そういう向き合ってるものってこう野菜に実際出てきて、それが今度味につながって、うわこんな野菜食べたことないなんていう声を聞くと、本当に快感というか、我々もとにかく負けてらんないっていう気概なんでしょうね。そうですよね。